携帯電話の位置情報のデータによりますと、22日午後3時台の各地の人出は、去年の3連休初日の7月23日と比べて、渋谷センター街で 11.4%、浅草エリアで 28.1%、新宿駅で 36.6%、お台場で 34.8% など、各地で大幅に増加しました。また、羽田空港国内線ターミナルで 11.5%、東京駅で 8% 増加し、飛行機や新幹線を利用した人も去年より増加したとみられます。各地で新型コロナの新規感染者が大幅に増えていますが、緊急事態宣言による人出の抑制効果が見られなくなっています。